歌い手のまふまふが9月11日、自身の公式ブログを更新。ネット活動を休止している理由を説明した。約7ヶ月ぶりにブログを更新したまふまふは、皆さん、お久しぶりです、とファンに呼びかけ。そして活動休止からちょうど3ヶ月が経過したことから、体も心も少し元気になったので、今まで話せていなかったことをお話をさせてください、と切り出し、実は僕はこの約半年間めちゃめちゃしつこい嫌がらせを受けていました。なんと、今現在も、と嫌がらせを受けていることを告白した。たくさんの嘘と作り話を広められて極悪人かのようにされてしまったり、言葉にするのもためらうようなことをそれはもうたくさん、と嫌がらせの内容に触れ、そんなこんなで心身ともに破壊され、たくさんの病気を併発してしまいました。呼吸もできなくなることがあって、身の危険を感じたので活動休止をしました、と休止理由が嫌がらせを受けていたことであったと明かした。バル、なお、今ここではっきりとさせておくけどまふまふは非人道的なことは一切してないのでご安心ください、と言及した上で、現在受けている嫌がらせについて、法に触れるとこまで来たので、前から相談してる弁護士さんと裁判する準備してます、と説明。一方で、活動をお休みさせていただき、とても元気になりました。と現在は体調も落ち着いているそうで、毎日音楽作って、友達とゲームして、ゆっくりとした時間の中で生きております、と近況を報告した。バル、最後には、早く元気になって、また活動頑張りたいぞ。もうちょい待っていておくれとファンに伝えている。まふまふ、ネット活動を無期限休止。まふまふは6月11日から12日に開催された東京ドーム公演をもって、ここ数年間抱えていた心身の病床の療養期間に入ることを理由に SNS を含めたインターネット上での発信を停止することを発表していた。